はい、こんにちは。坂上忍さんがね、8年間続けたバイキングの最終回でね、感極まって、まあ、号泣してしまったね、まあ、ことが話題になっていて、ネットでは、まあ、一部のね、SNS だけだと思うんですけれど、まあ、こんな風にね、嘘泣きだろうだとかね、飲酒運転したやつが、まあ、MC なんかやんじゃねえよ、みたいなね、この書き込みが、まあ、されているのですが、これさ、もうこうやってな、ネットで正体隠して、陰口叩かれちゃうわけでしょ？もう名乗りもしないやつから、もうさ、これパワハラだもんだよね。4月の1日っすね。マザーズ新興市場がサネット、ビットコインがアセトラ、アセンディングトライアングル、またはブルーフラッグ、横横でエネルギーを貯めて上抜けからの調整、今一時調整で、今短中期で逆三尊形成中ね。であとは前回述べた通り週足の三尊天井からの強い下落というストーリーで、これが今日の成績ね。3月31日月末史上再編っすからね。てかこういうのをね、毎日動画にできたら神なんだけどな。俺に果たしてできるのか課題っすね。そしてなんといってもですね、こう YouTube をですね更新する上で大事になってくるのが、ね、ここをね YouTube で撮ろうと思うと、だいたいね、まあこれ1日なんですけど、だいたいこう100万再生ぐらいしてますね、およそね。まあ何分動画とか広告の入れ具合にもよるんですけど、1日で100万再生の労力とのこの天秤で考えると、まあ、こう将来に対する推しというか実力がね、こちらの方がこう積み上げられますよね。 YouTube は YouTube の良さもちろんあるんですけれども、個人的にはこちらの方が、まあ、やっててやっぱり一番楽しいですね。なかなか YouTube 編集もね時間かかるんで、やる機会に恵まれてないんですけれども、まあ、またねいろんな時事ネタもね出すと非常に面白いですしね。ただそうは言ってもやっぱ1日で100万再生取るのがなかなか難しいかなという印象があって、はい、こんにちは。日経の連投記録がですね、まあ、9連投で途絶えたのですが、まあ、そこをね24,681円からまあ、およそ4000円の、まあ、リバウンド、強いね反発を演じてですね、世界同時株高基調に、ね、あるのではないでしょうかね。まあ、こういったこの5日線だとか25日線上向いてますからね、75日線も上向いてきている強い反発の局面であり、まあ、同時に、まあ、ロシアとウクライナの和平交渉、停戦協議に関しても進展が見られたというところで、まあ、ドル円などもですね125円、この黒田日銀ラインで、多くの、まあ、ショーターのロス化を誘発、まあ、あとロンガの利確ですね、ロンガの利確で天井をつけてから、フィボナッチのですね 38.2 まで戻して、今が121円台後半というところまで買われている状況であります。あと和平交渉が進むにつれて、やはりね、ユーロの飛びですね、ユーロの上飛びが非常に今強い展開で、あります。それからですね、米株の戻しに関しても、今ニューヨークダウが、35,000ドルですね。35,000ドル。まあ、SP だとかは、あとアップルね、個別株で言うとアップルなどが、まあ、200日の長期移動平均線のデッドクロスのあたりまで売り込まれておりましたから、まあ、非常に
ベアトレンド、空売り優位な売り放題、ここ掘れワンワン状態ではあったんですけれども、大きく売られて山が高ければ谷深し、谷が深ければ山高しということで、リバーも非常に大きな相場展開、堅調な推移が続いております。また月末ということもあってですね、新規の買い、まあ、休養からですね、月給からの買いがインしたりだとか、まあ、月末の特有の配当ですね、日本だと期末の配当の、まあ、再投資により、まあ、マザーズが非常に今日は 4% 上昇ということで、まあ、非常に強い展開を見せているということですね。まあ、特にね、こう心配されるのはこうですね、米国債5年債10年債のこう利回りの逆転、まあ、いわゆる逆イールドからのリセッション、景気後退が、まあ、指摘されているのですが、アメリカの経済指標を見るとですね、雇用情勢などはまだ未だ堅調な状態、インフレの高止まりが観測されますから、まあ、なんとかね、FRB の金融政策によってリセッションを回避、またはですね、まあ、回避する方向にかけている投資家が多いということですね。まあ、つまりは世界のこう富裕層、お金持ちはリスクオン、国債を売って、金を売って、原油を売って、まあ、株式にベットするこう大きな流れ、対局が、まあ、続いている状況であります。原油などは一時ね、停戦合意により100ドル割れの水準までで、昨日は100ドル割れてたんですけど、まあ、金に関してもまた1900ドルですね、1900ドル昨日の時点で割れてはいたのですが、まあ、今また戻り値を戻しているという場面であります。で、中国、ね、アジアマーケット総じて堅調であって、上海総合指数でありますだとか、香港のハンセン指数なども今日はというか連日ですね、まあ、高騰が続いているという場面であります。まあ、やはりですね、ウクライナとロシアの和平協定、戦争終結に向けての期待、前向きな姿勢が、まあ、伺えるというところで、やはり世界のこう投資家がリスクオン、ブルートレンドにベットしている人が多いと、買いが観測されているという場面であります。まあ、金とか原油が売られてね、あとビックス恐怖指数なんかが下ってくると、株式などはね、こういったビックス指数が下って、これですね、ビックス指数が下ってくると、下がってくると、まあ、非常に株など買われやすくなりますからね、強気の陰、まあ、次から次に買いが入ってくるというイメージでありましょうか。あと欧州ですね、やはり欧州、先ほども停戦協定のところで述べましたが、欧州の、まあ、ユーロだとかポンドが買われたり、あとまあドイツですね、そのままダイレクトに株式が買われ、イギリスだとかドイツだとかフランスの株式が、まあ、強いリバウンド、まあ、反発を見せているとですね、ちょっと日経強すぎるかなという印象がありますね。9連騰の後の日経、ちょっと買われすぎじゃないのかな。まあ、今日は配当の権利落ちがありますので、配当の権利落ちで、まあ、一時は500円安までと。マザーズ新興市場に関してはね、市場の再編もありますが、マザーズ新興市場に関しては有終の美を飾ると、まあ、配当落ちもありませんからね、むしろ配当再投資で買いが入っているといった、まあ、印象でしょうか。ナスダックに関しても、半導体指数、ストックスに関しても、まあね、長期金利の低下、利回りの低下を確認してから強い買いが入っているというところでありましょう。今の段階では優先しているのは、まあ、株式が第一ですね。株式だとか、まあ、FX、まあ、外貨ですね、ユーロ、ドル、ポンド、あとはまあ仮想とか暗号資産の、まあ、ビットコインと。ビットコインもね、かなり値動き荒っぽくて、そこに果敢に立ち向かうことで経験値積み上げられますし、かなり自分が勉強学んできたそのテクニカルの部分がビットコインの場合は通用するものなので、まあ、割とちょっとやめられないかなって感じですね。やっぱ毎日繰り返すことが非常に実力をつける上で、毎日反省点に関してはノートに記入して、結構ねこう毎日やり続けててもね、同じ銘柄で立ち向かっていたとしても、反省点がね絶対出てくるので、毎日こう改善していく作業ですね。
結構ね、かぶって頭の体操になるので、全神経も集中して使わないといけないし、こう極限までビットコインだとすごい値動きが早いので、こう極限まで五感をフルで、五感ですね、五感をフルで活用させて、まあ、資産を増やしていくという点では、まあ、優れたツール、投資先なんじゃないかなと思ってますね。ただ YouTube は YouTube の良さが本当にあるので、 YouTube に関しても、まあ、時間が取れる限り時間作って、うん、まあいろいろ実験にもねなりますし、今後にの役に立つデータも取れるので、 YouTube の場合は、まあ、やっていくのもあれですね。毎日のこう反省点は絶対ノートに書き記しますね。反省点はノートに書き記して、あと場合によってはこう手にもね、手とか書く時はありますね。両手にこう書くことによって、あとは自分でこう口に出して何回も聞くことによって頭の中に、まあ、入れるということがありますね。まあ、毎日毎日が本番なので、すごくこう刺激的で楽しい日々ではあるものの、非常にこう緊張感もあり、できない自分を認めないといけないところもあって難しいですね。なかなか自分を変えるっていうのは本当に難しいんで、自分のダメなところだとか弱点が株式投資の場合はかなり自分に返ってくるので、直していかなければ成長しないですから、 YouTube の場合もコツコツこう続けていくことは大事ですよね。あと、まあビットコインなんですけれども、今このアプリじゃちょっとね、あの週足見れなくて、他のアプリだったら見れるんだけれども、メンテナンス中なので、このアプリでいくと、この三尊天使の週足で見た時のこの一発、これが山ヘッドアンドショルダーのこの三尊天使を今形成しに行ってるのかな。現物で言うと6万ドル700万あたりまではリバがあるんじゃないかな。するともう三尊天使なんで、下方向、下への圧力強くなってきますよね。今度700が下ってくる時に、この400のライン、400万のラインをぶち抜くことができるか、まあ、できた場合は200とか100万とか結構相当下方向で売り込まれちゃいますよね。で、同じようなことがナスダックだとか SP とか米株にも言えて、米株結構ね、こう週足見るとこう三尊天井形成しそうな感じ、まあ、戻りもかなり強いんですけど、ここで止まって横になると、三尊天井、週足の三尊天井の売り圧が結構強くなっちゃうんじゃないかなっていう見立ては今入れてますね。結構上昇一服の、そうですね、最悪の視点で見ると、最悪を想定すると、三尊天井からの下の暴落、日経も SP もナスダックもニューヨークダウンも連れてくるんじゃないですかね。同じように下に下がってくる圧力があるんじゃないですかね。まあ楽観的な見方で言うと、日経なんかが3万台、まあ、回復してくるというところかな。でも日経も3万だと、3万で高値超えられなかったら結構三尊天井っぽい。この2万4000っていうのがかなり強烈だったので、投資に関しては、まあ、日々成長して弱点を潰して、まあ、資産を増やしていくと、まあ、千年ですね。毎日コツコツね、続けることが本当に大事なので、今は株とかビットコインとか FX、まあ、買いためですね、優先、最優先でどんどん自分の技を磨いていきたいですね。ありがとうございました。失礼いたします。